はい、どうも、こんにちは。ということでね。僕、ちっちゃい時から黒飴が好きで、でも最近食べてなかったんですよ。で、最近、てか昨日か、黒飴をさ、久しぶりにコンビニで見かけて、買って食べたんですよ。めちゃめちゃ美味しいっすよね。黒飴はマジで本当にパワーが出るんで、おすすめです。僕の好物です。今日は何をしていくかっていうと、レフトハンドレール、ライトハンドレールっていう、まあ、レール系の基礎技があるんですよ。よく大会とかで見るレールコンボ、いろんな選手がやってるレールコンボの土台になる技なんで、結構重要な技なんですが、難しいんですよね、本当に。で、レールってヨーヨーの動かし方を理解してないとマジでなんかガチャガチャして、なんか使い物にならないじゃないですか。だから、なんとかまあやっぱヨーヨーの動かし方を掴んでほしいなということで、今日はちょっと珍しく解説動画を撮ろうかなって思いました。レフトハンドレール、ライトハンドレール、一応まあ、どんな技かっていうのだけちょっと一回やります。こういう技ですね。ごめんなさい、ちょっと。で、めちゃくちゃ疲れてるので、すごい下手くそだったと思うんですけど、まあ、ああいう感じの技です。で、レフトハンドレール、ライトハンドレールって、結構いろんな方が解説動画を出しているんですね。でも、なんでじゃあそれを投稿したのか、今ね、こうやって動画を僕が撮ってるのかっていうと、なんだろうな。割と、皆さんが触れてないポイントの中で、結構自分的に大事なんじゃないかっていう部分があったので、そのポイントだけ今日は解説します。基本的なやり方とか、そういう動画はとても分かりやすいね。レフトハンドレール、ライトハンドレールの、解説動画、概要欄に載せとくので、ぜひチェックしてみてください。で、僕がここで教えるのは、ワンポイントのコツですね。本当に簡単で、まあ、何、簡潔な、ポイント、コツなんですけど、レール系、まあ、分かんないです。どの技においても皆さん結構体から離したりとかしてる人多いと思うんですよ。特に初心者の方とか、まあ上級者の方もいろんな技も習得してる方は多分みんな体から近いと思うんですけど、やっぱ初心者の人ってどうしても体からヨーヨーが遠くなりがちなんですね。で、そこでレールをやろうとすると、ライトハンドレール側の部分特にそうなんですけど、こうかけるところあるじゃないですか。体から離れてるとかけづらいんですよね。まあかかりましたけど今。で、この部分でやっぱりその流れでやろうとするとどうしてもここで外れちゃうって人が多いと思うんですね。ここの距離をね、こう近くするだけでめっちゃかけやすくなるんですよ。本当にね、ここの距離マジで大事で、で、やっぱりそのかけようとする、こういう外からこうグッてかけようとする、無理やりかけようとするからレールもガタつくし、糸からも外れやすくなるので、コンパクトに確実に操作するためにも、やっぱ体から近い方が、コントロールがしやすいんですね、ヨーヨーの。体から離れてるよりも、体に近い方が、コントロールがしやすいんです。このワンポイント、本当にこれだけなので、これだけでも試してみてください。結構変わると思います。乗るようになるし、ヨーヨーのレールの動かし方も多分これをやってるうちになんか分かってくると思うんですよ。乗せる方に余裕が出ると、その他の部分に、意識がいくので、成長も早くなると思います。ぜひね、皆さん、レールでつまずいてる方は、今のコツ、体に近づける、体からちょっと離れてる人多いと思うので、体にもう本当にくっつくくらい近づけて、ヨーヨーを操作するっていう部分を意識するだけで、だいぶこれからの、どの技においても言えることなので、参考になると思います。はい、ということでね、以上、今日は珍しく解説動画を撮りました。他にね、ちょっとわからない部分があったら、僕が答えられる範囲でね、動画を上げたいと思うので、よろしくお願いします。